アルバムをまず作ろうかっていうとこから始まったんですけど、とにかくなんかこうもういろいろもう入れちゃおうみたいな、そういう感じになって、ブレイカーズというバンドを経て、せっかくもうソロでやるんだし、愛されたくて愛してほしくて、爆音で聴く時代じゃないっぽいから、やっぱテテ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 テ、大悟としての本当にこう僕自身を今までないぐらいに掘り下げて、ヘイヘイ、出てる、これ出てますね、出てる、全然この思い、涙がね、ほんと出そうになって、支えてくれ。